はい、皆さんこんばんは、ビーレジェンド鍵谷です。今回はですね、先日新発売したじゃじゃーん、ベリベリベリ風味のレビューをしてみたいと思います。はい、それでは早速飲んでみましょう。ですね、このベリベリベリーはですね、本当に甘酸っぱいね。まずは、水を 200cc 入れてまいりました。ベリベリベリーは、甘酸っぱい風味でですね、甘さと酸っぱさがね、混じった感じです。粉はね、いつもと同じような感じで、こういう普通に白い粉です。はい、1杯、ね、これも一緒です、いつもと一緒です。2杯、3杯、4杯、でですり切り4杯ぐらいを入れます。はいね、すり切り4杯ぐらいを入れてですね、今ちなみにお水ですね、もうベースはお水です。でいつも通りこういう感じで、ね、こういう感じでローリングシェイクからのですね。はい、わかりますかね。あ、少し泡立ってますね。少し泡立ってますだけども、まあすぐになくなるでしょう。で色もね、今見てもらったように少しこう、ね、ピンクがかってます。わかりにくいかな。はい、うわ、もうね、開けるともうすごいベリーの匂いが、香りがしております。では早速いただきます。あー、うまい。なんていうのかな、なんだろう、甘酸っぱいキイチゴみたいな味です。はい、でその、いろんなベリー混ざってるんですよね。ベリベリベリーというだけあって、いろんなベリーが、混ざってますので、あー、うまい。なんかシェイクがうまくいかなかったのか、なんかダマが残ってしまってますね。はい、今まで何回も飲んでるんですけど、ちょっとなぜか理由わからないんですが、こんなダマが残ることは普段はありません。はい、でも今回はなんかダマが残っちゃいました。なんでしょうこれ、なんでかな。また工場に問い合わせて調べてみます。はい、ということで今回は新製品 B レジェンドプロテインベリベリベリー風味のレビューしてないな、よく考えたら。なんか甘酸っぱい感じでね、非常に美味しいです。飲みやすいです。飲んだ後もまだ口の中に甘酸っぱさがふわーっとこう残ってます。ぜひですね、トレーニング後、そして、僕今は朝、これ今実は朝撮影してるんですけれども、朝一にね、朝食代わりに飲む時なんかもこの爽やかさはいいんじゃないでしょうか。ということで、B レジェンドプロテインベリベリベリー風味、ぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。